次はセンターについて説明していきます。センターというのは 3×3×3 でいうとこのこれですね、真ん中のキューブ、この一番コアとなっているキューブはセンターキューブと呼ばれています。 4×4 だったらこういう感じにど真ん中の、まあ、センターキューブの役割を果たしてるんだろうなっていうキューブも動いちゃったりできるんで、まあ、そこがちょっと厄介なところかなと思います。例えばこのマスタースキューブなんですが、これのセンターはこのど真ん中じゃなくて端っこでもなくて、この2色のパーツなんですね。この黄色オレンジだったり黄色緑だったりするんですよ。まあ、これもちょっと分解すれば分かってくるんですが、こういう感じにくっついてるんですね、この白ので、この伸びてるキューブ、これがセンターキューブの役割をしています。でセンターキューブの特徴としては位置を揃えれば向きを揃える必要がないんですよ。だ僕はそっちの方が重要かなって思うんですよね、特にあたっては。なので、まあ、どれがセンターキューブかっていうのを、まあ、見極めたりとか考えたりして、でどうしても向きが揃わないなって時はとりあえず位置を揃えてみる。で位置が揃うと、まあ、それがもしセンターキューブだったとしたら同時に向きも揃ってくれます。センターキューブで大切なのは、まあ、絵柄パズルとか方向が決まってるパズルとかはこういう感じになってしまうんですね。ルービックキューブはここの向きについては関係ないんですよ。別に横になってもこう回転しても変わらないですね。なので下をずらしたら8箇所なんですが、1,2,3,4,5,6,7,8 外側の8箇所なんですが、これで例えていくとこういう回転は 1,2,3,4,5,6,7,8 で、そしてこれも結構重要になってくるので9個目が出てくるんですね。まあ、なので、まあ、センターが向きが必要か必要じゃないかっていうので、まあ、考えていく材料がちょっと増えたりします。これをどうする、どうにかして横に戻したりとか、あとはどっかをずらして、でこの例えば上の今3箇所を交換したんですが、その反動でここがちょっと向きが変わるんですね。で次はここの3箇所を交換するときにこのセンターが移動しない手順を使っていくと、そして揃えていく。そうするとセンターが直って上も直るという感じに揃えていくことができます。あとこのパズルで補足すると、このパズル例えばこの2段目だけとか上から2段目を揃えたいときはこういう感じで揃えていくと3個塊になっちゃうんで、その2段目だけってのはできないんですね。じゃあこういうパズルはどうするかっていうと、この2回回転縛りなんですよ。右回転だったりとか手前の回転だったりとかで、そういうのを使ってこの2段目だけとかを交換していきます。例えばこの A グループと B グループの手順で下両端と右上の手前、これを揃える手順を、まあ、こっちで再現するとしたら2回回して上回したりとかして、こうどうにか一番下の右下手前がそれを1個だけ崩れるようにして、他の7箇所は崩れない手順を探すんですね。でこれを A グループの動きで B グループを1回ずらして、次はマイナス A をすると、でマイナス A をしてマイナス B をする、
そうするとこの三点交換ができます。なのでこれを応用してこっちでも2回回して2段目だけを回す、で戻して回して回すと、で B の動きをしてマイナス A を押していく。でマイナス B をすると、そうすると、まあ、2段目の1箇所2箇所3箇所の交換ができます。まあ、という感じでいろいろとちょっと工夫していく必要が出てきます。パリキーについて説明します。パリキーというのはこういう感じで1箇所だけひっくり返ってるとか、あとはこの3色のコーナーキューブが2箇所だけずれてるとかっていう状態です。これはパリティっていうのはもう一回何かの拍子でパズルがくるってねじれたとか、あと何か一回分解して直した時に置き間違えたとか、そういう時にパリティが発生します。でこのパリティがあるとどうしても直せないです。もう一回分解してまたそれ直すしかないです。パリティのように見えるのを紹介します。この白に挟まれているグレーとグレーに挟まれている白で、ここの2箇所以外は全部揃っている状態なんですね。で2箇所だから3箇所じゃないから2箇所はパリティだって、じゃあこれ分解しなきゃいけないって考えるんですが、この一色のこの白のパーツはまだここと2箇所目と3箇所目3個あるんですね。なのでこの白をここに交換してこの白を上にやってこの白が右に来る、でこのグレーをこの下の白と交換すれば完成ができるんですよ。なのでこれは、まあ、パリティのようでパリティじゃないっていう、ちょっと見分けが難しいですね。まあ、そういうのもいろいろと試していけばなんとなく見えてきたりとかしてきます。